フロンティア電子理論とは、フロンティア軌道と呼ばれる軌道の密度や位相によって、分子の反応性が支配されていることを主張する理論。1952年に、福井健一によって提唱された。この業績に対し、1981年に、ロワルド・ホフマンと共に、ノーベル化学賞が与えられた。ウッドワード・ホフマン則は、フロンティア軌道理論よりも後に発表されている。 従来の有機電子論においては、吸覚材では電子密度が高い部分、吸電子材では電子密度が低い部分が反応点と考えられていた。ある点での電子密度は、一体近似のもとでは、すべての占有されている分子軌道を用いて求められるので、有機電子論の考え方では、すべての占有軌道が反応に関与しているということになる。 これに対しフロンティア軌道理論では、嗅覚材では電子によって占有されている分子軌道のうち最もエネルギーの高い軌道の最も確率密度の高い部分が、旧電子材では電子によって占有されていない分子軌道のうち最もエネルギーの低い軌道の最も確率密度の高い部分が反応点となると主張する。原子で考えると最高比占い軌道と、 最低空軌道は最も原子の外縁部に広がっている軌道にあたる。そのため最高非占い軌道及び最低空軌道を合わせてフロンティア軌道という。反応に関与するのはフロンティア軌道だけであると主張するのがフロンティア軌道理論である。例えば、方向属化合物の旧電子置換反応は嗅角材である方向属化合物の最高。 日占い軌道の電子密度の最も高い原子上で優先して起こる。これにより配向性が説明される。実際には有機反応論で主張されるように全電子密度によって反応部位が決まる反応とフロンティア軌道の密度によって反応部位が決まる反応がある。前者は電化支配の反応、後者は軌道支配の反応と呼ばれる。また、 電子環状反応、感化負荷反応、シグマトロピー転移といったペリ環状反応と呼ばれる一連の反応については立体得意性があるが、これはそれまでの理論では説明することが困難であった。これをフロンティア軌道理論はフロンティア軌道の移相という観点から説明することに成功した。フロンティア軌道理論ではペリ環状反応も通常の反応と同様に、 吸覚剤の最高比占い軌道と、吸電子材の最低空気道の相互作用で結合が生成していると考える。このように考えると、ペリカン上反応では、吸覚剤と吸電子材の間で複数の結合が同時に形成される。新たに生成する結合の位置で、吸覚剤の最高比占い軌道と、吸電子材の最低空気道が結合性、つまり、 不合が同じローブが重なるような場合に反応が進行するとした。例えば感化不可反応の一種のディールスアルダー反応においては、嗅覚剤にあたる自演の最高非占い軌道と、吸電子剤にあたる自エのフィルの最低空軌道が、不合が同じローブが重なるような立体特異性、すなわち真の立体特異性で結合が生成する。 電子環状反応やシグマトロピー定位は一分子反応であるため反応に関与する π 電子系の一部を旧電子剤と旧角剤に分割して考える必要がある。例えば1、3、5、ヘキサトリエンの電子環状反応では1から4位の部分を旧電子剤、5から6位の部分を旧角剤と考えて軌道の解析を行う。しかし、 分子起動法によれば一体として振る舞っているパイ電子系を恣意的に分割していることになる。そのため、このような方法は批判されている。また、原理的には三分子が同時に反応するようなペリカン状反応も考えられるが、このような反応では、旧電子剤と嗅角剤の二つの系に分割する方法はうまくいかない。そのため、これらの形では、旧電子剤と 嗅覚材への分割は行わず、単に最高日占い軌道の位相のみを考えて、符号が同じローブが重なるような立体特異性で結合が生成するとしている場合が多い。例えば、1、3、5、兵器サトリエンの電子環状反応では1位と6位の最高日占い軌道は同じ面側で同じ符号を持つので、逆線的に閉感するというように解析される。 この解析は、ウッドワードホフマン則による解析に近い。ウッドワードホフマン則では、すべての軌道について対称性の解析を行うが、この考え方は最高日占い軌道についてのみ、対称性の解析を行ったことに相当する。立体特異性の説明のためにはこれで十分なことが、多い。ありがとうございます。